どうもこんにちは、極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。本日はムエタイ史上最強シリーズ第1弾といたしまして、ムエタイを極めし体現者吉成名高についてお話しさせていただきたいと考えております。日本人には入っていけない領域、今まで私はムエタイという世界をそういう風に加えてきました。400年の歴史、当たり前のようにどの選手も100試合200試合を超える圧倒的なキャリアを誇り、ギャンブルとして仕事として生きるために生活の一部として戦っているがゆえに確立された完璧なる間合いコントロールおよび防御テクニック、そして他の格闘技とは一線を画するような独特なポイントシステム、日本で暮らしながらトレーニングしているだけでは到底その土壌に対抗するなど不可能だと考えていました。たとえ全てを捨ててタイで生活してその刃を磨こうとも、そのあまりの歴史の深さ、幼少の頃から教育されているその土壌、競技人口の豊富さには太刀打ちできない。たとえ勝てたとしてもラシャタムランスタジアムのチャンピオンが限界。ムエタイというのを研究し続けてそのように結論付けかけていた時、風の噂で聞きました。日本人で史上初ルンピニ、そしてラジャダムナ両スタジアムでチャンピオンになった男がいると。最初信じられませんでした。そもそもルンピニで日本人が勝つということが寝耳に水だったからです。現在までに日本人でラジャダムナスタジアムのチャンピオンになったのは9人藤原敏夫、小笠原仁、武田光三、石井宏樹、拓也、梅野源氏、そして吉成名高、奥脇達也、石毛慎也です。しかしルンピニでのチャンピオンはそれまで一人もいませんでした。外国人までその範囲を広げてもなおムラッド・サリとダニエル・クワイートン・ジムの2人だけです。それも吉成名高、リングネームを名高英和スポーツジムが取ったのはいわゆる神の階級と呼ばれるものでした。タイは日本人よりも小柄な選手が多く、ミニフライ級からスーパーフェザー級、つまりは 58.97kg 以下が最激戦区となっており、選手層が最も厚く、パワー、スピード、テクニックのレベルも最高度なため、神の階級と呼ばれています。吉成名高が出現する以前の日本人チャンピオンは、すべてライト級、つまりは 61.23kg 以下以上の選手であり、今回、初めて吉成名高が本場の神の階級での王座を奪取したとのことです。さらにこれは一般的に言われていることですが、かつては王室財務局が運営し、現在はラジャダムナンスタジアム株式会社が管理している同名のスタジアムの方が権威もあり実力も上とされていましたが、現在においてはタイの陸軍が運営しているルンピニースタジアムの方が実力は上ということで、ほぼ見解は一致されており、そういった意味での難易度まで考えた場合、もはや理解の外にまで及んでいる感さえありました。しかもラジャダムランとの同時チャンピオン、現在世界最強の一角ともいえるロッタン・ジットム・アンノンですら両スタジアムで1位というのが最高位だったと思います。さらに彼が異彩を放っているのはその戦い方にあります。それまでラジャダムランで王者になった日本人の戦い方というのは大体がムエタイのものとは違う日本独自のもの、パンチとローキックにより接近戦での KO を狙い、相手にペースや本領を発揮させない、それにより勝利をもぎ取ってきました。そして吉成名高のその戦いを目にした時、私は衝撃を受けました。それは惑うことなきムエタイの戦いでした。1ラウンドは様子を見て、2ラウンドにギアを上げ、3ラウンド4ラウンドで勝負をかけて5ラウンドは流す。強引な接近戦だったり、無理に胴で痛みつけたり、ぐちゃぐちゃの中でパンチを効かせようとしたりしない、それはまさにムエタイそのものでした。しかもラジャダムラン認定タイトルマッチで戦ったハーキュリー・ペッシームは身長163センチの名高に対して10センチもの差がある相手でした。それを
まるで手玉に取っていました。変幻自在の間合いテクニックによりまるでリーチの差を感じさせませんでした。はっきり化け物だと思いました。そんな彼が続いて日本人と戦いました。日本でも格闘技の中では最高峰の一つといえるライジン、そしてムエタイでは老舗ともいえるボムという舞台です。そこで私はまたも恐るべきものを目の当たりにしました。そして続いてコロナ禍で揺れる2020年年末、吉成名高は再びライジンの舞台に現れました。相手は本場タイのムエタイ戦士にして三冠王者というペットマライ、ペットジャルーンウィッタイモンスターなどと煽りをつけられていたりもしていたが、私としては正直そんなレベルではないだろう。そんな中でネットで彼の VTR を紹介している一人がこう表現していた。ムエタイを極めし体現者、まだまだ彼の実力からすれば知名度は圧倒的に低いと考えています。これから彼がどれだけの実績を積み上げていくか、上り詰めていくのか、そして那須川天心と果たして交わることはあるのか、さまざまな意味で要注目な選手と言えます。こんな現在進行形のムエタイ史上最強の男が日本にいるということを私は心の底から誇りに思います。